それではご近所ハピネッツのコーナーです。ここスタジオアルベのある秋田拠点センターアルベから目と鼻の先にオフィス練習拠点がある秋田ノーザンハピネッツを椎名ちゃん目線で深掘りしていくコーナーです。はい、もうブースターにとって嬉しい週末となりました。いろんなね条件ありました。まずは5月7日土曜日、そして8日日曜日のアウェーで開催された絶対に負けられない3円ネオフェニックスとの2戦振り返っていきましょう。7日土曜日の試合結果こちらです。88対72で秋田が勝利をつかみました。スタッツがこちらです。いやまあね、中村さんも勝つよというふうにね先週からお話しされていましたが、はい、土曜日勝利を収めています。ではダイジェストご覧ください。ダイジェストをご覧いただきました。中村さん、まず土曜日の試合いかがでしたか？いかが見ましたか？デイビスだな。デイビスがすごかったな、はい、得点もリバウンドもそれからターンオーバー少なく、はい、デイビスがいいという一人でなんか相手の外人2人に振り回してたな、うん、のデイビスにつきだなこれはな、うんうんうん、そうこれでも3円なあまり弱いから語りたくないもうだって秋田よりも愛着はある、はい、13年置いたんだから、ね、だからブースターもいっぱいいるわけよ、うん、それで俺に来い来いって行くかってなんなこれ立て直しだろうな、もうでもまあこれは勝つわな、うん、じゃ続いて5月4日日曜日の試合結果こちらです。85対76で、まあ、1つ目の条件であったハピネッツの2勝が達成されました。スタッツがこちらです。これでもねこれは絶対勝たなきゃダメだときはこういうゲームになったりするの、これ勝てばいいの、内容はひどかったっていう、まあ、ひどくてもいいんだ、こういうゲームはもう勝てる、うん、そうですね、もうただ勝てばいいの、だから良かったんだ、うん、はい、では日曜日のダイジェストもご覧いただきましょう。内容はどうでもいいけど勝ってよかった、はい、古川がいい状態になったことが良かったな、はい、監督さんおめでとう、良かったね、いや本当そうですね、そうだよな、それでこれはこれはどうでもよかったんだよ、勝つは分かったから、それで早く終わったのよ、それで三河も、うん、もう三河もだらしないな、あれだけのいい選手がいてガードがいないんだ、だって柏木はスタートで使うくらいだから、もうガードがちょっとかわい使い方もあれだったけど、かわいそうだった、ただ問題は最後までの、うん、渋谷と千葉さん、それでパッと見たらね、ベンドラムが、ベンドラムが加速してないのよ、うん、こいつが加速するとやべえなと思ったの、うん、いやさすが富樫選手、秋田のためにないやいやいや、それでね勝って、と、いや僕は電車乗ってたの新潟から、で帰ってきたら勇気に電話したら、今シゲと電話終わったばっかりだって喜び合ってたって二人で、な、本当喜んだって、それはだっていや富樫勇樹と、うん、そのシゲと大塚、うん、本当仲いいから、それなんで仲いいんだったら、ありったけ俺にいじめられた仲間ですってそうかそうかそこで絆が生まれたんです、生まれるな、みんな俺はみんな敵だもん選手いやしかしない、もうそれででも終わった後でいやよかったなって、あの電話して、しげにな、今勇気から電話終わったばっかりで言っといた、でも古川と前田とコーチも言ってたって、うん、喜んでたよって、うん、な、これで終われたからな、いかん喜びは、いかん喜びは終われたよ、これでな、次だよこれ、いつまでもよ、のほほんと喜んでたら琉球だからな、そうですね、はい、そういかないんだ、もう見事チャンピオンシップ出場をね決めたということで、一応その瞬間が VTR ありますのでちょっとご覧いただきましょう。
ロッカー、はい、ロッカールームですね。富樫選手がスリーポイントを決めた後ね。富樫だからな、最後スリーポイント入れたの。ああそうなんだな、さすが、もう自慢げだった富樫君、もっと喜べってやね、もっと、そうだよなあ、ひっくり返ったらいいよなあ、これ喜び方が薄いそうか、これ分かったな、これやっぱり琉球に勝つ気だ。ああそう、喜びは取ってんな、まだナイスナイス、こっからだぞっていう感じなんですね。ほら前出てこいし、琉球戦もう金曜日から、金曜日から今週この金曜日、はい、金土とやって、はい、一緒にいっぱいになると月曜日、みんなで応援しよう、ね、いやそうなんですよ、ね、あの中村さんが前田ヘッドコーチに提言されていた3年目のチャンピオン出場が、チャンピオンシップ出場が見事有言実行されましたね。まあ、ここからそれこそね、西地区1位の琉球ゴールデンキングスとの戦いになるんですが、これはどうして戦っていけばいいんでしょうか、中村さん。じゃあ分からないよ、もう俺がやるわけじゃないからな、だから1勝2勝戦勝だから、はい、そうですね、力は琉球の方が上なんですよ、外国人も日本人もちょっとバランス的にな、バランス的にはちょっと琉球が上だから、本当は一発でやりたかったトーナメントみたいな、すると、ね、琉球はコロナの関係で戦ってないってことは、琉球は秋田の弱い方は戦いやすい、はい、一回戦ってるとコツが分かるから琉球はもっと有利になったんだけど、中止になった2回も、そうですね、だからもしかしたら、もしかするぞ、ジャイアントキリンサッカーみたいにひっくり返したなあ、いやそうですね、だから秋田はオールコートってやっぱりスリーポイント大砲持ってるから、はいはい、完全な全員がな、ガボガボ入れりゃ儲かんねえんじゃないですかね、さあでも楽しみだないやこれで来週もあれだな、出演する俺も来る負けたらもうねな、選手を一人ずつここに置いてもうねやってもらって、うん、よかったな、勝ってよかった、いやよかった、いや本当にね、これでね本当思ったのよ、うん、うわーすげー、これは盛り上がっていいぞと思って、うんうん、見たらサッカーも横浜に勝ってるから、はい、これ余分だと思ってな、喜びがな半分な取られるかなと思ってたいやいやもうハッピーな週末でしたよ、もうねそれはなちょっと驚きだな、うん、驚きだった、はい、ようやった最高のゴールデンウィークになりましたよね、バスケもブラウンもね嬉しいニュースでした、もうやったーっていう感じだった、はい、うん、強豪琉球ゴールデンキングスとの1試合目が今週金曜日5月13日の午後7時35分からで、2試合目14日土曜日で、2戦先勝方式となりますので、1勝1敗となった場合月曜日のナイターゲームとなります。まあ、沖縄のホームで戦うっていう、ね、沖縄はね秋田のブースターもすごいんだけど、はい、沖縄が独特なの違うの、あの口笛っていうか、はい、ピーッときてもうね独特な感じするんだ沖縄っていうのはもう全体が、もうバスケットはね正直言うと国技みたいなもんだから、なんていうんだ国権だな本当にな、全体が小さい時から NBA の場所、僕らが、ねはい、見てない時から、あの米軍の基地があったから、はい、バスケット見てた、みんなが好きなのバスケット、嫌いな人誰もいない、それが来るから、それであの体育館でしょう、そうですね、新しい体育館ですもんね、まあでもやりがいはあるな、うん、もうね多分秋田からもたくさんのブースターが駆けつけるんではないかなと思いますが、いっぱい行く、はい、いっぱい行きますよ、もう沖縄までクレイジーピンクの熱い風送っていきましょう、おお、いいぞ、はい、以上ご近所ハピネッツのコーナーでした。